皆さんこんにちは、オルタナチャンネルのお時間です。ウィンということで、今回もイエーということで、今回も移動式遊園地でね、ちょっといろいろ見てるんですけど、今回はね、食べ物でちょっとね、日本では見たことないものが屋台で売ってたんですよ。あのね、得体がちょっとわかんないんですけど、棒の先っぽがすごい丸く揚げたものがくっついてる、なんて言葉で説明すればいいのかよくわかんないの。それをね、ちょっとね、今回食べてみてどんな味がするのか、ちょっとね、レポートしたいと思います。それでは早速ね、その店に行きたいと思います。さあ、ということで早速手に入れました、こちらの丸い不思議な物体。なんかね、結構中身詰まってる、ずっしり重いのよ。でかなりでかいでしょ。これ何が入ってんだろう。何にも入ってないのかな。ドーナツ系かな、甘い感じなのかな。それでは早速食べてみたいと思います。一口目いただきます。でかっ。あ、うん、柔らかい。カリカリじゃなかった。見た目カリカリっぽいけど柔らかい。なんて言うんだろう。とりあえずね、そんなに甘いわけじゃない、この缶に甘いかなくらいで、味はね、カステラよりも甘くない。パンだね。お菓子ってのもね、もうパンに近いですね。お菓子ってよりも主食のパンに近い感じ。中身こんな感じ、もうぎっちりね、詰まってる感じですね。なんて例えればいいんだろうな。黒糖パン、黒糖パンっぽい。そう、黒糖パンだね。そのパンだけどほんのり甘いみたいな。これめっちゃ安い、10バーツ。この大きさで10バーツ、日本じゃ30円ぐらいだよ。なんかね、そんな味があるわけじゃないんだけど飽きないね。味がほんのりしてるから食べやすい。これ中身にね、チョコとか入ってたらめっちゃうまいと思う、ね、今回何も入ってないからね、入ってるバージョンもあるかもしれない。ということで、ぜひ皆さんこの魔法のスティック、タイに来てね、見つけたらね、ぜひ一度味わってみるのはいかがでしょうか。ということで、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまたね、バイバイ。ちょっと待って、まだ終わらない、まだ終わらない。ちょっとね、最後の最後でね、食べ進めてたらびっくりすることがあった。ここまで食べ進んでようやくね、中身の具材が出てきたの。何これ、なんかソーセージみたいなのがね、申し訳なさそうにこの最後の最後で出てきた。あ、ソーセージだね。だからイメージとしてはあのアメリカンドッグ、アメリカンドッグに近いのかもしれないけど、最後の最後、本当最後の部分でようやく出てくるってね、ソーセージがね。いや、これは人生と一緒ですね。最後まで食べ進めてみないと物事の結末はわからないってことですね。僕はこの食べ物からそういう人生観を学びました。皆さんもぜひ見つけたら食べてみてくださいね。それではまたね、バイバイ。